各部族をね、統一して、おい一緒にやろうぜ、絶対反対絶対反対、国を作っていくんだ。はい、こんにちは、東大合格空気読みの時田博光です。今回は10分でわかるフランス政治の変化、前半戦一緒にやっていきたいと思います。さあ行きましょう。フランスの歴史は世界史の中でもね、すごく重要なポジションを占めています。フランスってのはフランク王国っていうところからスタートします。これはゲルマン民族の中のフランク人っていうのがね、いたんだけど、その人たちの各部族をね、統一して、おい一緒にやろうぜっていうふうにね、統一したのがこのクロービスっていう人。このクロービスが481年にメルヴィング朝を開いたよっていうところからスタートします。で、クロービスは496年にカトリックに改宗します。これはローマ教会とフランク王国っていうのがね、この国が初めて仲良くしたっていうね、大きい事件なんですよ、うん、で、ローマ教会の力を借りられるっていうのも一つ、まあ、クロービス、このフランク王国にとってプラスになるし、で、そのローマ教会からしても、この他にね、コンスタンティノープル教会ってこう バトルしてたわけ、オラオラってどっちがこうね権力握るかみたいな時代があったんだけど、それをフランク王国っていうね、後ろ盾を使うことでさらにパワーアップしようって考えたわけ。続いてね、一気に時代行って、751年にショーピピンって人がね、カロリング朝廷のを開きます。このショーピピンって誰っていうとね、732年にトゥール・ポワティエ間の戦いっていうのがありました。で、その時にイスラーム軍を倒したね、ウマイヤ朝っていうんだけど、を倒したのがカール・マルテルっていう人物です。で、そのカール・マルテルの子供がショーピピンなんですね。英雄の子供だから、まあこの新しい王朝を開けたよっていう感じ。これね、よくあることなので、英雄とこの王朝を開くっていうのはね、セットなんだっていうのをちょっと頭に入れておきましょう。で、しかもショーピピンの子供って誰か知ってますか？ショーピピンの子供で有名なのはカール大帝なの。カール大帝、うん、カール大帝って、あのカールの戴冠っていうね、すごく有名な、世界史の中ではね、すごく有名な事件があって、これはローマ教皇からローマ帝国の皇帝だよってね、もうすごく久しぶりに皇帝っていう名称を使って、これは西ヨーロッパの支配者です彼はってね、カール大帝は西ヨーロッパの支配者ですよっていうのをローマ教皇が認めたっていうね、すごく重要な事件で、カール大帝の時代に、あ、すごいなって、そんな感じになったんだ、フランク王国すげえなーとかね、カロリング朝すげえなーってなったんだけど、カール大帝がね、亡くなった後にベルダン条約とかメルセン条約って言って、このフランク王国をね、分割するような時代が来ちゃうわけ、ね、ずーっと安泰してね、でっかい国として統一王朝できたなーって思ったら分割されちゃったってことなんだね。で、その分割されちゃって、結局はこのカロリング朝も断絶してしまう。断絶してしまったから、次に来たのが、このカペー朝を開いたユーグカペー。ここ覚えやすいね。ユーグカペーがカペー朝を開いたよって感じ。ユーグカペーがなんで選ばれたかっていうね。断絶したんでしょ？誰に、なんでこの人になったの？なんでパリにいた人なの？って言ったら、このユーグカペーっていうのは、ご先祖様がバイキングを倒した英雄だったの。またね、ショーピピンも英雄だったよね。カール・マルテルっていう英雄がいて、それの子供だったよとか。うん。で、ユーグカペの、そのご先祖様は、そのバイキングを倒してパリを守ってくれた英雄だったわけ。その英雄の子孫が選ばれたよって感じ。OK。で、それが987年、カペー朝を開いたのがユーグカペっていう人。で、このカペー朝のあたりから現在のね、フランスって名前がちょこちょこ使われ始める。まだここで完全にフランスですよとは言ってないんだけど、ちょこちょこね、この辺ぐらいからフランスって言葉が使われ始めるそうです。で、カペー朝も続いていくんだけど、結局は断絶してしまう。一番最後の王様がシャルル4世って人なのね。で、そのシャルル4世には後継者がいなかったから、王位継承問題っていうのが出てきた。そこで、三部会っていうのが開かれて、誰にしようかってね、会議になったわけですよ。で、そこで決まったのがフィリップ6世。で、フィリップ6世っていうのは誰かって言ったら、シャルル4世のいとこ。三部会って開いて、なんでかって言ったら、めちゃめちゃね、こう揉めてたわけよ。誰とって言ったら、イギリスのエドワード3世っていうのもいたの。もう一人候補いたんだけど、このエドワード3世だけ覚えてね。エドワード3世っていうのはすごく、バチバチしててね、フィリップ6世より自分の方がね、ふさわしいよみたいな感じでやってた。で、決まったのにまだ文句言ってた。おかしいおかしい、俺っていうね。で、ずーっとこの険悪なムードが続いて、何が起きたかって言ったら、100年戦争が起きちゃうわけ。うん。この100年戦争が起きたのは、この後継者問題だったのね。
そこも一緒に覚えちゃおうね。この100年戦争っていうのがポイントなんで、ああなるほど、そうやって後継者争いで始まったのねっていうふうに覚えておいてください。バルワ朝も続いていくんだけど、結局まあ時が経って一番最後の王様アンリ三世が殺されてしまう。そこでまた新しい王様をね選んで、アンリ四世っていうのを選んでブルボン朝っていうのを開くよって。それが1589年のこと。でこのアンリ四世っていうのは結構ねポイントで、最初の方にローマ教会と仲良くしてたよって話をしてたよ。でローマ教会といえばカトリックなんだけど、アンリ四世っていうのはお母さんが、まあ、生まれがプロテスタントなんですよ。プロテスタント。ここ結構ポイントでね、今までずっと、カトリックとね、仲良くやってたってね、ローマ教会と仲良くやったよっていうような話をしてたじゃない。なんだけど、ここでプロテスタントっていうのがね、出てくるわけ。フランスの言い方だったら、ユグノーっていう言い方なの。で、そのアンリ四世なんで選ばれたかって言ったら、これ、ユグノー戦争っていうのをね、結構中心人物として戦ってた人なの。だから活躍したまた英雄の人がね、来たよって感じなの。なんだけど、やっぱり、こう、今までカトリックでね、カトリックでずーっと来てたわけなんですよ。フランク王国ね。なんだけど、ここに来てプロテスタント、ユグノーが出てきたってことで、おい、今までカトリックでやってたじゃないかっていう人たちや、いや、新しい時代が始まったんだ。フランスはここから新しい時代切り開くんだみたいな人たちが、こう、対立していく、もう、両派乱立時代が始まっちゃうのね。もう、これすごいことだったわけ。で、アンリ四世、マジでみたいな。フランスめちゃめちゃ混乱してんな。どうしようどうしよう。どうしようかな。もう分かったよ。そんな言うんだったら。じゃあ、カトリック回収しますって言ったの。回収しますってね。カトリックに回収することが決まったわけ。で、それで、鎮静化図ろうとしたのね。世論をね、鎮静化しよう。こう、なだめようとしたんだけど、まあ、それだけじゃやっぱ足りずに、その後、なんとの王令っていうのを出して、プロテスタントの信仰も OK っていうことにしたの。うん。っていうことをして、なんとか国の、この世論というかね、の、乱立というか混乱状態をなんとか抑えようとしたわけ。で、それから1600年代になって、ルイ13世っていうのが出てきて、それの最初にリシュリューっていうのがいるのね。で、彼の時に絶対王政の土台ができるわけ。絶対王政の時代が始まる。で、ルイ14世、次のね、ルイ14世の時に、この絶対王政最盛期が迎えられる。その時の宰相はマザラン。これ一緒に覚えとこうね。ルイ13世の時は、リシュリューで、ルイ14世の時はマザラン。これよく出てくるので、テストで出てくるんで一緒に覚えとこう。このルイ14世の次のルイ15世の時にはもう絶対王政がね、ちょっとこう狂い始めてお金もなくなってきて、ルイ16世の時にはもう完全にゲームオーバーって感じ。絶対王政の終わりっていう時代が来ちゃう。で、このもう完全に財政難になったルイ16世の時代に三部会をまた開く。今までね、開いてなかったんだけど、もう一回三部会を開いて何しようとしたかっていうと、お金持ち。っていう特権身分の人たちから税金取ろうとした。今まで税金取ってこなかったよっていうところがポイントで、税金取ろうとしたのがこのルイ16世。で、それで揉めるわけ。そんなことやらせないぜって、絶対反対、絶対反対っていう感じだったわけ。なんだけど、それだとうまくいかないんだ。第三身分からしたら、なんで俺たちだけ税金払ってんだよ、おかしいだろっていうね。自分たちの意見を言えるような時代が始まって、できたのがこの国民議会ってやつ。これまだずっとブルボン朝だからね。これずっとブルボン朝なんだけど、国民議会っていうのができたやつ。これ何かって言ったら、憲法を作りたい。正確に言うと、憲法制定国民議会っていうのが正式名称だから、憲法を作りたいと。ね、ちゃんとしたルールに基づいて、いろんな政治をね、やっていこうよ。俺たちの国作っていこうよみたいな時代が来たわけですよ。で、有名なのが、シェイエスのね、第三身分とは何か。これも一緒に覚えとこう。第三身分とは何かといったら、シェイエス。これも一緒に覚えときましょう。で、この国民議会がね、開かれたよっていうのが1789年。そう、フランス革命の激動の時代。自分たちで国のあり方決めてくぜっていうような時代になって、で、この国民議会で、作ろうとした憲法が1791年にまずできる。これで1791年憲法っていうんだけど、もうまんまだよね。これはフランスで初めての成文憲法。これも一緒に覚えておきましょう。これによって、フランスは自分たちでね、自分たちでこの決めたルールで、政治をしていくぞって、国のあり方決めていくぞってね、俺たちが国を作っていくんだっていう、そんなパワフルな時代が始まったよって感じ。で、その1791年憲法に基づいて
同じ年に立法議会が始まる。で、これまだブルボン朝なんだけど、絶対押せ国民議会、立法議会ってこういう風な流れになってるよっていうのを一緒に押さえておきましょう。今回は以上。